여러분안녕하세요メッチマンです。このチャンネルは2月13日にカムバックしたトリプル S というアイドルグループにその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベントもお知らせいたします。それでは本日の速報です。早速行ってみましょう。レッツゴー。まず昨日の分はこのようになっております。グランドグラビティ初日の結果が出ました。エボリューションにユヨンちゃん、ラブリューションにユビンちゃんが決定しました。夜9時半シグナルウィークリーが公開されました。本日の分はこのようになっております。朝9時半シークレットベース4月17日に収録されたヨンジちゃんの回が公開されました。グランドグラビティデイ2の結果が発表されました。エボリューションにチェヨンちゃん、ラブリューションにソヨンちゃんが決定しました。夜9時半サンデーセルフィーシグナルが公開されました。週末に発表されたイベントはありませんでした。進行中のイベントはこのようになっております。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。